丸山穂高氏。NHK 受信料を支払わなくていいテレビの売れ行きの背景にあるのは、ガネットで話題。内容はこちら。ドンキの NHK 受信料を支払わなくていいテレビの売り切れに関する丸山穂高氏の怒声論が話題のようです。では、丸山穂高氏の発言を見てみましょう。丸山穂高。こうした NHK 受信料を支払わなくていいテレビの売れ行きの背景にあるのは、見たくない人からヤクザまがいに受信料を取り立てて、民間でもできるドラマや軍艦島を貶めるような映像を垂れ流す上に、一方で海外へは無料配信の NHK への不満だろう。改革が遅々として進まぬ放送法を盾にしてやりたい放題。受信料に対する同様の不満や問題意識は他国でも高まっており、各国にて受信料制度の抜本議論や見直し改正が行われている中、日本では今年の放送法改正案でも、未だ NHK の受信料を少し引き下げます、とかそんなレベル。議員の時、様々交渉したが、NHK や総務省自体はあまり改革をやりたくないゆえ、腰が重い。ネット同時配信どころか、5G の時代に、未だテレビチューナーが、とか言うとるのの時代錯誤。次は、携帯持ってるだけで受信料を取るとか言い出しかねんな。見たい人だけが支払うスクランブル化か、もしくは、民間的なドラマなどの非公共的な部分を分離した上で、社会インフラとして完全税金運営に変えれば良い話だ。まさしく本それです。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。テレビはいりません。時代は Amazon Fire Stick で十分ですね。私もそう思います。ドンキでチューナーレスの Android テレビ買えば NHK 支払い義務なし。モニターさえあれば十分な時代ですからね。次はこちら。普通は国民が無料で、海外は有料ですよね。国民を金づるとしか思ってない NHK は、国民を舐めてますね。番組も、日本のためとは思えない内容で、何も言わない政府もおかしい。中国では無料で見れるのに。そうですね。日本人には有料で、中国人には無料。どう考えてもおかしいですよ。次はこちら。子会社作りまくって、人様から徴収した受信料で作った映像を高額で販売するのも許せないですね。まさにその通りです。さらには関連会社をたくさん作り、利権商売でやりたい放題ですよね。法律を悪用する反社組織。放送法の改正と解体のみ必要。やりたい放題の NHK。まさに異常の一言ですよ。最後はこちら。ほんとその通りです。国民から絞り取るのいい加減にしてほしい。NHK に高いお金払っても何もしてくれないし。僕が子供の頃だから、もう40年も前から問題になってたこと。それを放置し続けてきた。スクランブルの技術も確立した今、法改正しないのは政治の怠慢としか思えない。そうですよね。まさに政治の怠慢ですよ。まあ、NHK の甘い汁を逃したくないだけなのでしょうけど。結論。NHK は、湯水のごとく湧き出る国民の受信料でやりたい放題。そして政治家は、そんな NHK を甘やかしてばかりで、NHK 改革を行わない。その結果、ドンキの NHK 受信料を支払わなくていいテレビが売り切れになるのです。政治家も NHK もこの現象を重く受け止め、いい加減 NHK のスクランブル化に踏み切るべきです。国民の怒りはすでに頂点に達してます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。